嬉しいです。すごく嬉しい。まあ、その選手の一人一人の望み方が一番良かったですけど、まあこう、まあ、今日勝ったから次勝てるとは決まってないから、次この勝利の波に乗って次いいパフォーマンスを出したいです。まあ4月から準備してきたことを8分間通して出すと、まあチームが与えてくれたチャンスを本当にするっていうのが僕の仕事なんで、まあ、本当にチームの得点だと思います。そうですね、中3日で非常にしんどいし、まあ、スコットランドもマークしてくると思いますので、まあ、しっかりとまずはリカバリーして、いい形でスコットランドに行くと思います。最高ですね。会場はね、一番初め本当に日本は絶対負けるような雰囲気の中、最後は本当に会場全員日本の方につけて勝利したっていうのは、あとはこの瞬間すごい嬉しかった瞬間にあそこに入れたってことがすごいラッキーでした。あだけ練習してね、あんだけ一緒にいてチームと一緒にいて、でチーム一つに なってるっていうようなそんな感覚はありますよね。本当にこの今日と同じような練習試合をすると負けると僕は思ってます。それだけスコットランドの戦に対して勝ちたいか、どう変えたいか、たくさん、ね、修正することがたくさんあると思う。その修正することに対して僕らがどういうふうに修正して、どういうふうに僕らが一人一人成長して一緒になっていくかというのがすごい大切だと思う。これ自信過信せずにね、これしか自信に持って明日からこういうふうに、まあ、それはまだちょっと上から降りてきてないんで、分析どうのこうのというか、しかしその分析に関して確実に停滞するというか、今日の試合を絶対良くするために成長していきたいなと思います。まあ、単純にすごい嬉しいです。まあ、自分の中ではすごいミスとか、まあ、スクラムもうまくいかなかった部分もあったんですけど、まあ、チームが勝ってたんで、まあ、すごい嬉しいです。そうですね、スクラムはまだ修正する部分がたくさんあるんで、そこをしっかりして、まあ、自分のプレーもしっかりいいプレー出して頑張っていきたいと思います。そうですね、今までやってきたのが壊れたので、そんな感じですね。まだちょっとこう興奮が収まらないですね。そうですね、まあ、中3日でもう明日からもう本当に切り替えて、リカバリーもありますし、準備もありますし、移動もありますから、本当に切り替えるってことが大事でしょうね。まあ、今日勝ったことはすごい嬉しいことですけど、まあ結局次落としたら全く意味ないので、次に備えて行きたいなと思います。まだ実感がないです。いや、もう僕が出た時間帯っていうのはもうほんまに勝つか負けるかの時間帯だったんで、なんか上からはショットっていう声もあったみたいなんですけど、やっぱり同点だったら歴史は変わらないんで、もう勝つか負けるかにしようっていう感じになってます。スクラムを選択してこだわり続けたのが、まあ、結果オーラやったんちゃうかなっていう感じです。まあ、やっぱりね、これで次ね、いい試合せえへんかったらこの勝ち意味なくなるんで、次もしっかり勝って、こう一戦一戦こうしっかり勝っていきたいですね。はい、こういう結果、素晴らしい結果を得ることができて、本当、まあ、スタッフ、そして仲間、あとファンの方、多くの方に支えられて、みんなで得れた結果だと思うので、本当にすごく幸せです。一回勝って次良くないっていうのは良くないと思うんです。しっかり次勝って、次も勝って、それが本当に強い、ラグビー局、強豪国だと思うので、しっかり次の試合一生懸命頑張ります。いや、嬉しかったです。まあ、僕、まあ、リザーブでその与えられた時間で自分の仕事を果たして、まあ今日スターティングメンバー良かったですし、リザーブも全員一人一人仕事を果たしたので、夢みたいですけどね。今日の勝ちを
なんていうんですか、意味あるものにするのは次すごい大事だと思う。次もいい試合できる。まあしっかり、まあ、一勝できて歴史的な時にピッチに折れたのはすごい嬉しいですし、まあ、そこをしっかり目標にしてやってきたので、まあ、まずはこうワールドカップでしっかりこう1キャップ取ったので、まあ、一勝できたのが一緒なので、まあ、すごい、まあね、いろいろこう支えてもらった人に感謝したいです。まあ、ちょっと高校の先生も見に来てくれてちょっと会えてよかったです。はい、しっかり、まあ、今日勝って、まあ、今日勝つの目標ですけど、もう1個ベスト8があるんで、まあ、次のスコットランドもしっかり切り替えて、まあ、今日しっかり喜んで、まあ、明日切り替えて頑張りたいと思います。ありがとうございます。こんにちは、日本代表のヘンドリック・トゥイです。今日サドルカ戦本当に嬉しいです。次の試合頑張ります。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。まあ、南アフリカに勝つっていうところを目標に、まずすごい長い時間通用してたので、それができて、グラウンドの時は本当に夢のようというか、本当に勝ったんだなという気持ちでしたけど、まあ、今はもうちょっと落ち着いて、次の試合に向けて準備しないかなという気持ちです。まあ、今日も簡単にトライ取られてしまう部分何回かあったんで、まあ、それをしてるとやっぱり勝てないと思うので、まあ、ディフェンスの部分もそうですし、アタックも今日すごい先手取れてたと思うので、常に先手取れるようにやっていきたいなと思います。嬉しいですね。とにかく嬉しいです。やっぱり日本ラグビーで7に勝つということは本当にすごいことなんです。そこのとこ最後のピッチに出したことは本当に嬉しく思います。本当に、まあ、本当言い過ぎますけど嬉しいです。それだけです。まあ、中3日の試合で非常に厳しいですけども、まあ、それは今までエリージャパンの時に何回もシミュレーションでやってきた、ヨーロッパツアーで何回もシミュレーションやってきたんで、しっかりとリカバリーして万全の状態で臨むんで、応援よろしくお願いします。まあ、一言言えば感無量ですね。やりきったなっていう、この1本取られたところ、自分、三上との連携にして取られたところ、そこは反省するべきと思いました。なんとかワールドカップで1勝したいなと思って、ずっとこのしっかりと十何年やってきたんですけど、まさか長2年勝ってそれが実現できると思ってなかったので、20以上の喜びです。最後スタジアム見回してもなんか夢の中に見たりして、まあ、スコットランドも、ね、フォワードを強いチームなんで、そのチームに対して今日長2ボールで押し込まれたところがあったんで、そこは必ず修正して次の試合に臨みたいと思います。応援してくれた皆さん本当にありがとうございました。長に勝ってジャイアントキリング達成できて、皆さんと喜ぶことができて本当に嬉しいです。残り3戦ありますが、どのチームもまだまだ気が抜けないところなので、しっかり一つずつ勝って決勝トーナメント行って、皆さんとまた喜び合いたいと思います。また応援よろしくお願いします。皆さん相対してみて、こんばんは。おはようございます。ありがとうございます。今日の気持ちはなかなかなかったです。まあ、前のテストマッチも勝ったけど、そんなに今日の気持ちは本当にいきなり来ました。もう素晴らしいと思いますね。もう相手もアフリカのワールドチャンピオンのだからね、本当にすっごい嬉しいです。今すごい元気であるサポートありがとうございます。次の選手頑張れます。ありがとうございます。いや、すごく今日の会場の雰囲気も良かったし、声援もすごく力になりましたので、本当にサポートしてくれた方に感謝しています。チームの歯車の一つになりたかったので、それをうまく、なれたんじゃないかなと思います。次の試合もやっぱり今日のように集中して一つ一つプレーをきっちりやっていくだけかなと思います。
もちろん素晴らしい、みんなすごいすごい頑張った、すごいこのたくさん昔から準備で、だからこの結果があったらすごいプライドなので、初めての勝つで、だからもちろんすごい嬉しい、一番ベストの試合で、けどまだ終わってないね。スコーランド素晴らしいチーム、すごいいいチャレンジで、もう一回もう一回3日間のいい準備して、それからちょっとベスト出したい、頑張りたい。